カミロ・アルベルト・パスカルルスは、キューバのハバナ州ハバナ出身の元プロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、リトル・ポテト。兄のカルロス・パスカルも、MLB でプレーしていた。1951年に17歳で生まれ育った、ハバナを離れ、マイナーリーグのチームに入団した。冬の時期は1952から1953。 シーズンから1960から1961シーズンまでキューバ国内リーグリーがクバーナでベースボールでプレーした。1955から1956シーズンはカリビアンシリーズ初優勝に輝いたエレファンテスでシエン・フエゴスのエース級投手として活躍しリーグ MVP を受賞した。1954年4月15日に ワシントン・セネタースで MLB 初登板。初登板のタイボストン・レッドソックス戦では3回を投げ、0、サンヒアン4で無失点の内容だった。デビュー後数年は、請球難に苦しむが、年々し球の割合を減らしていった。1959年は5月から、シーズン終盤まで好調を維持し、オールスターゲームに選ばれた。 このシーズンは最終的には238.2回を投げ、防御率2.6485奪三振を記録した。テッド・ウィリアムズが18年間のアメリカンリーグで最も恐れられたと語ったほどの効果的なカーブを投げ、速球とのコンビネーションで奪三振を量産。1961年から1963年まで3年連続で、 最多奪三振のタイトルを獲得した。1965年のツインズは、球団記録の102勝を挙げ、移転後初のリーグ優勝を果たした。しかしパスカルは、シーズンの後半戦に、右腕の故障に苦しみ、ワールドシリーズの参戦に先発登板したものの、打線は1点も取れずに5回3失点で、敗戦投手となった。チームは3勝4敗で惜しくもワールドチャンピオンを、逃した。 1966年も故障が完治せず、103.0回発症防御率4.89の成績で終えた。同年12月に、ワシントンセネタースへ、トレードされた。1967年は164.2回12勝、防御率3.28を記録し、復活した。1968年は201.0回13勝、防御率2.69と、 前年よりも成績を上げた。1969年は9イニング換算で6以上のペースでよし球を出し、防御率も6点台と苦しむ。同年7月にはシンシナティレッツへ移籍したが、レッツでは7.1回を投げ、7失点と散々な内容だった。1970年4月にレッツから放出されたものの、 同じ日にロサンゼルスドジャースと契約を結んだ。しかし8月に放出された。1971年4月にクリーブランド・インディアンスと契約を結んだが、2ヶ月足らずで放出され、現役を引退した。1978年から1980年までは、ツインズでコーチを務めた。1983年に、キューバ野球殿堂入りを果たした。現在は、 キューバ人コミュニティがある、フロリダ州マイアミに在住しており、1989年から、ラテンアメリカ担当のスカウトとして働いている。オジー・カンセコ、アレックス・コーラ、フランクリング・ティエレスらと契約を結んだ。2012年7月に、ツインズ野球伝道入りを果たした。当初は、サイドスロー君のフォームだったが、支援フエゴスのコーチであったドルフル家の助言により、オーバースローに転向。 カーブの請求が安定してから、成績も向上した。武器としていたのは鋭く落ちる速いカーブで、急速の遅い大きな変化のカーブも投げていた。投球のおよそ6割を速球が占め、高めの速球勝負を好んだ。ありがとうございます。